りがちょっと心配なので、もう一回やっていいですか。戻って戻ってコーナーに入っていく。こんなところの跡がちょっと心配ですよ。どの部分ですか。リターンのとこがうまくこう乗ってない。戻って最後のコーナー入ってから、はい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 、いつもで遅れた感じがするの。前も言ったようにリズムって伸び縮みするのね。だから一番いいのはドラム聞こえてるかな、フレーズ。それ多分分かりやすいように皆さんにやってるつもりなんだけど、それを聞けば多分出れると思うんだけど、それを聞いてる人と聞いてない人がいるみたいな。で必ず飛び出す人がいるのね。自分のリズムで乗ってんじゃない、多分。このフレーズを聞いてれば多分出れると思うんだけどね。でぐらいからやります。そうですね。でコーナーに飛んで、はい、行きます。2小節目って音伸ばしてます。そこまでずっと伸ばしてるよね。コーダからできます。ちょっとこの辺とかやってみて。その辺にいるね。必ずその 1,2,3,4 小節目の2拍目裏の人いるじゃない。ちょっとドラムなしでやってもらいます。ワンツーこうだから、ワンツースリー。なんでだろうね、なんで合わないんだろう。前も言ったけど、そのフレーズを1に捉えてるのね。これこの裏の裏ある人、2拍目裏からある人ってことやるね。ね、ワンパッパッパッ、そこから吹いて1,2,3,4小節目、カウントしたら4小節目。ワンツーワンツースリーワン。じゃあこうだからね、もう一度。出た人誰？あれ？こっちに聞こえた。あ、そう。僕ね、今日初めて気がついたんだけど、コーダの2小節目、3小節目っていうのはこっちあったんだね。僕こっちにはソロって書いてあるの、ドラム。フィリンって書いてある、2小節。もう2小節フィリンとか。見える、ほら。だから僕一人で やってるもんだと思ったんだけど、その3小節目がパッパッパッあるんだよね。ある人3小節目ダダ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 ダ、そのフィリンの時にダダ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 ダっていうのがあるんだね。だからそこでちょっとこっちと入れ違う可能性あるよね。
それある人だけやって、あその2小節目と3小節目ある人だけ、このテンポでいくよ、こうだから、ワン、ツー、ワン、ツー、スリこうだからね。なんかこんだけやってるのにもまだ不安そうに聞こえますよね。ねえ、なんでだろう。不安なんだと思います。僕の不安の人も今笑うとこだからやっぱりこう難しい、パンパッパッパンツースリーパッパッパッ、難しいかね、難しくない、なんでなんでだと思う、なんでか教えてあげようか、譜面見てるから、譜面を読んでるから、これは言葉としてだと絶対そういうことない、あっそうだよねって言ってる、あっそうだよねその気持ちでちょっとやってくれる、うん、これね、うん、パッパッ、うん、パッパッパッって吹いてる、だからね毎回違う、言葉として覚えてる、何でもいいんだけど、パッパッパッ、今急にやってできるかどうか分かんない、そっからね、こうだからね、あなた一番良かった。もう一回ね。今だったらすごくいい。ちょっと全員でやってみましょうか。ほら。誰だあ、いいや、そっか、そことチューバとね、こっちがあるんだよね、一緒だと思ってた、もう一つ、あの時間あるんだったらテーマでやってみて、はい、やってみて、はい、いいね、聞いてそっちに合わせようとしますので、私がもうソロだと思ってたから今までちょっと強引にやってたんですけど、今度は気をつけますね